安定翼格納完了。そのまま最大戦速まで加速しつつ古城の浮遊都市に向かえ。イエスマン。敵の迎撃があった場合は。そうですね、困難ならば強行突破を行いますが、都市への着陸を最優先とします。了解した。ちなみに自分に敬語は無用だ。階級はともかく、こうして砲術師として手伝っている以上、機関の指揮下にあるのだからな。了解した。へえ、ミュラーさんって砲術師なんかもできるんだ。帝国軍で最も動力化された機甲師団で鍛えられたからね。顔に似合わず、その手の業務は一通りこなせるわけさ。顔に似合わずは余計だ。なるほど、そういうことか。ところでオリビエってば、いつの間に着替えちゃったの？帝国王子として視察するんじゃないんですか？そんなのただの建前さ。これが終わったら僕の自由で優雅な時間は終わりを告げてしまうからね。せめてそれまでは気楽な格好でいさせてもらうよ。最後のモラトリアムというわけか。ああ、エレボニアの国民が知ったらどう思うことやら。僕としては知られても一向に構わないのだがね。どうだい記者君たち、リベル通信ですっぱ抜いては。おっと、いいんですかい。だったらバンバン写真撮っちゃいますけど。頼むからそいつのザレ言をいちいち真に受けないでくれ。それはともかく、どうしてナイアルたちがいつの間に船に乗ってるわけ？竜事件の時のようにおばあ様が手配したんですか？ええ、お察しの通りです。陛下がカシウス准将に口添えをしてくれましてね、従軍記者扱いで上官させてもらったんですよ。ハーケンモンでの姫様たちのかっこいい姿も撮っちゃいました。現像楽しみにしててくださいね。ありがとうございます。やれやれ、どうにも緊張感がねえな。そういえばおじいちゃん、ゼルリキバ8世紀の調子はどう？うん、今のところ順調じゃ。何も起きなければ浮遊都市に着陸するまでは持ってくれるじゃろう。ちょっと待った。ってことは何か起こったらヤバいとか？うん、問答無用で墜落じゃろうな。さらっと言わないでよ。レーダーに反応あり。ステルス化された艦影が5つ急速接近してきています。来たか。グロリアスに搭載された高速艇みたいですね。うん、敵のステルスもなんとか見破れたようじゃの。手法展開用意。最大戦速のまま強行突破する。立ち塞がる艦のみ撃破せよ。イエスマム。2番、5番を撃墜。3番、4番も完全に引き離しました。やった！ああ、見事だ。いやはや、これが最先端の空中戦か。この手法は素晴らしいな。
かなりの威力のはずだが、大した精度と反動の小ささだ。当然じゃ。本来ならレーダーと連動した迎撃砲もつけたかったが、ま、それは次の課題じゃの。レーダーに反応あり。8時の方向から全長250アージの超ド級艦が接近中。それって例の箱舟ってやつか。ヨシュア君、グロリアスの基本性能と武装は分かるか。機動性、最大戦速ともにアルセイユには及びません。ですが強力な手法に加え無数の自動砲塔に守られています。攻撃防御ともに完璧でしょう。そうか。4時方向へ全速離脱。敵戦艦の追撃をかわしながら浮遊都市の上空を目指せ。はい、マン。グロリアスの射程圏内から離脱しました。怖かった。さすがに緊張したわね。うん、もうドキドキだわ。でも、これで敵の妨害は全部かわせたんじゃないかな。いや、油断しない方がいい。まあ、常識は通用しねえ相手だ。最後の最後まで気を抜かない方がいいだろう。前方に雲の切れ目。浮遊都市の上空へ出ます。上空に到達しました。あ、すごい。これが古代ゼムリア文明の成果ですか。想像以上の代物やな。うん、向こうの方に巨大な柱のようなものが見えるな。おそらくこの都市にとって重要な施設の一つであるはずじゃ。着陸するならまずはあの近くがいいかもしれん。了解しました。エコー、
周囲の状況はどうだ。はい、50セルジュ以内に敵艦の反応はありません。グロリアスも完全に引き離せたと思われます。よし、ルクス、速度を落としながら前方の柱付近に着陸するぞ。はい、マン。あれ、どうしたの、ドロシー。なんだ、観光クォーツでも切れたのかよ。ああ、うん、それは大丈夫ですけど、なんか向こうの方から変なものが近づいてくるなーって。何？に嘘。なんだあれは。さあ、見せてもらおうか。希望の翼が折られた時、お前たちに何が示せるのかを。大丈夫か？エス、ちゃん。よかった。目覚めたか。大丈夫？どこか怪我していない？うん。ちょっと肘をすりむいたくらいだけど、みんなは？ま、なんとか無事だぜ。大丈夫です。やれやれ、スリル満点だったね。さすがにダメかと思ったわ。九死に一生を得たといったところか。そんなにたくさん食べられないですよ。はあ、ったく。こら、ドロシー、もう朝だぞ。はい、ナイエル先輩。そちらの方はどうだ？問題ない。なんとか無事じゃ。問題ありません。こちらもなんとか。死ぬかと思いました。まさに奇跡だな。それともただ手を抜かれただけなのか。そうだ。さっきアルセイユを攻撃した黒いやつに乗ってたのって。ああ、間違いなくレーベだと思う。やろうか。となると確かに手を抜かれたのかもしれんな。ヤッコさんがその気だったら完全に撃墜されていただろう。なんか複雑ね。そういえば私たち
どこに落ちたんでしょう。浮遊都市の終焉部のようですが、まずは外に出て状況を確認した方が良さそうですね。ここって、うわー、綺麗。これはもう取って取って取りまくるしか。おいおい、観光クォーツを使い切るなよ。しかしここはえらく浮世離れした場所やね。都市っちゅうよりは庭園といった方が良さそうや。そうですね、大都市における公園のような場所なのかもしれません。確かにそんな雰囲気だけど、それにしては同じような場所が遠くまで続いてるんですけど。やれやれ、とてつもないスケールだね。ジー君、よかった、はぐれたのかと思ったわ。大丈夫、私たちも平気よ。そう、わかったわ。どうやら私たちは浮遊都市の最西端に不時着したようです。そしてグロリアスはちょうど反対側の東端に停泊しているみたいですね。アルセイユの損傷はそこまで深刻なものではない。動力機関はほとんど無傷じゃし、反重力発生機関の損傷も軽微じゃ。じゃがスタビライザーをはじめ細かい動力系統に不具合が生じておる。このままではまともに浮き上がることもできんじゃろう。そうですか。とにかく人手をかき集めて修理を始めるしかないだろう。及ばずながら自分も協力させていただく。かたじけない。アルセイユはそれでいいとして、問題はこの都市のどこかに存在する輝く輪の方だろうね。どうやら結社の方は着々と準備を進めているようだ。はい、彼らの手に輝く輪が渡ったらどのようなことになってしまうか。まあどう考えてもろくなことにはならないでしょうね、今までのことから判断する限り。違いねえ、こりゃすぐにでも動いた方が良さそうだな。だが闇雲に動いたらかえって混乱を招く恐れがある。ここはやはり探索班を組むべきだろうな。確かに、まずは移動ルートを確保しないと。輝くはもう探しようがないしね。どうしたのヨシュア。いや、なんでもないよ。とりあえず探索班にはバックアップも必要だと思います。アルセイユに戻ってきたらすぐに交代できるようにするのが望ましいかもしれません。そうだな、私も探索に加わりたいところだが、今はアルセイユの修理が急務だ。当面の役割分担を話し合う必要があるな。お願いします。それではエステル君以下4名のメンバーに探索をお願いする。何が起こるかわからないから、くれぐれも無理はしないでくれ。大丈夫、心配しないで。まずは移動ルートの確保を優先的に行います。よろしくお願いする。残りの者は待機メンバーとして船体の修理を手伝ってもらいたい。はい。おっと、そうじゃ。ちなみに朗報が一つあってな、どうやら浮遊都市の上では動力停止現象は起こらんらしい。アルセイユから離れていても戦術オーブメントが使えるはずじゃ。本当？どうしてわかるの？実は例のゼロ力場発生機が不時着の衝撃で壊れたんじゃが、それにもかかわらず艦内の装置を問題なく動かすことができたんじゃ。どうやらケビン神父の推測がおよそ当たっていたようじゃな。輪は外界に存在する異物を排除しようとする機能を備えている。つまり都市の中にいる限り
オーブメントも異物としては認識されんっちゅうわけですな。うん、そういうことじゃ。ああ、よかった。さすがに探索している時に圧なしじゃきつそうだし。それでは館内にある工房施設も使えそうですか？うん、そちらも問題ない。さらなるオーブメントの改造も可能じゃから立ち寄るがいい。了解。わかりました。早速館の外に出て探索活動始めちゃおうか。ええ、そうですね。ごめんエステル、いろいろと装備を切らしてて補充しなくちゃいけないんだ。少し待っててくれるかな？あ、そうなんだ。なんだったら私も付き合おうか？いや、それには及ばないよ。30分くらいで戻るから休憩室で待っててくれるかい？そっか、わかった。とっとと済ませてこいよ。やれやれ、君もいい加減罪作りやね。すみません。謝るんならエステルちゃんに謝り、ほんまにええんか？もう決めたことですから、ケビン神父、どうかよろしくお願いします。ったく、しゃあないな。よし、時間もないことやし、とっとと医務室を借りるか。あ、ヨシュア。お待たせ、ちょっと遅くなったかな。それはいいけど、ヨシュアってばなんだか疲れた顔してない？こまごまとした補充に結構手間を取られてね。大丈夫、探索活動には支障ないよ。それならいいけど。よし、それじゃあ出発しますか。どうやら。はい。照明の復旧と通路の確保を優先して作業すべきだろう。兵力を動員するからにはまずその輸送路の整備が必要。本格的な工事が始まる前に可能な限り準備をしておく予定だ。というわけで悪いが、
お調子者の面倒はお任せするぞ。館内に置いておかれると正直言って始末に困るのでな。とかなんとか言って、本当はユリア大尉と二人きりになりたいだけなんだろう。僕というものがありながら女性にうつつを抜かすとは。キー、しどい人。やっぱり体が目当てだったのね。言いたいことは分かってもらえたかね。うん、了解よ。責任を持って管理します。修復工事に用いる資材には船体の破片を当てる予定だ。差し当たり大使たちをその回収に向かわせている。人の手で回収するのは相当に骨が折れるだろうが、すまないが手の空いた者はそちらの手伝いをよろしく頼む。改めて眺めてみると、こりゃとんでもねえ代物だな。七の至宝の伝承を今更ながら思い出しちまうよ。女神から授けられし宝物か。ただのヨタ話じゃねえのかもな。うわー、とってもいい景色。空気も澄んでて美味しいし、ここに住んでみたいかも。あー、でも工房がないと観光クォーツが買えないよね。それはちょっと困っちゃうな。ここって景色もいいし、ちょっと住んでみたいかも。編集部ごと引っ越してこようかな。すまん、しばらく一人にさせてくれ。常識ってやつの崩れる音が頭の中で鳴り響いてやがるんだ。あら、あんたたちまだ出発してなかったの？うん、いろいろと準備中でね。シェラさんは部屋の片付けですか？ええ、とりあえずね。修理の手伝いは無理だし、手持ち無沙汰だったのよ。いっそ無知でも持って男どもの監視に行こうかしら。それもいいかも。お手柔らかにお願いしますよ。おじいちゃんの言う通り、動力機関は問題ないみたい。他の飛翔機関の様子も調べないとわからないけど、もしかすると思ったより早く飛べるようになるかも。あ、それはいい知らせね。明るいニュースだね。ティータもお手伝い頑張って。うん、もちろん。はー、ある声優の飛翔機関に触れるなんて、楽しみかも。メカフェチ魂に火がついちゃったみたいね。動力機関は一応動いとるが、念のために出力を抑えておる。少し機嫌を伺ってから通常駆動に切り替える予定じゃよ。しばらく非常灯のままじゃが、辛抱して作業を進めてくれ。了解です。この状況で贅沢は言えませんね。そうね、なんとか頑張らないと。お前さんたちも気をつけていくんじゃぞ。興味深い発見があったらすぐに知らせてくれ。
どう？はい。エステルちゃんたちか。ちょうど医務室の片付けも終わったとこやで。不時着の衝撃で棚の中身がみんな崩れてもうてたんや。ま、体調が悪かったりしたら遠慮せんと俺に任してちょうだい。ここから甲板まで橋を架けるそうなんだが、それにはまずこの破片を取り除かんといかんわけだ。お前さんたちも手が空いたら手伝ってくれ。さすがに俺一人ではどうにもできんだろうからな。ったく、バカでかい破片だな。これをどかせってんだから、人使いが荒いにも程があるぜ。の見応えだ。なんていうかとても空の上にあるとは思えないんですけど。古代ゼムリア文明、単に技術が発達していただけの社会じゃなかったみたいだね。
的な光景だね。 こんなに大きな都市だったんだ。さすがに住んでいる人はいないよね。うん、多分ね。どうやら異次元に封印された時、住民のほとんどが退去したらしい。多分リベール国民のルーツはその人たちなんじゃないかな。それって私たちのご先祖様たちがこの都市に住んでたってこと？可能性は高いと思います。リベールだけに限らず、大崩壊以前の文明の痕跡は驚くほど少ないそうですから。なるほど。地上に痕跡が残っていないのは空に住んでいたからというわけだね。なんか途方もない話になってきたわね。それにしてもやたらと見晴らしがいいけど、ここってどういう場所なんだろう。ただの展望台かもしれないけど、向こうに端末みたいなものがあるから調べてみようか。何これ、気になる単語がいくつも出てきたんですけど。レール廃炉、何かの交通機関みたいだね。そしてどうやらこの浮遊都市はリベルアークという名前らしい。リベルアーク、響きから判断するとリベールの語源でしょうね。なるほど。それからゴスペルだけど、どうやらここの市民にとって馴染みのあるものだったみたいだね。公共サービスを受けるのに必要な身分証明を兼ねた携帯端末。ああ、もう頭が混乱してきた。とにかくゴスペルがなくてもできることはあるのよね。早速いろいろと調べてみましょう。了解。可能なサービスの一覧を出すよ。何か来る。何これ。どうやらこれがレール廃炉みたいですね。どういう仕組みなんでしょうか。帝国にある鉄道を進化させたような感じかな。しかし透明なレールとはなかなかスリル満点じゃないか。よくわからないけど、移動手段として使えるんだったら試してみない手はないわよね。早速乗ってみるとしましょう。どういうこと？
どうやら他の駅でも非常運行モードを起動しないとこれを使った移動はできないみたいだ。残念だけど今は諦めるしかなさそうだね。ぬか喜びさせてくれるじゃない。仕方ない、他のルートを探しましょう。
ここは。なんとも美しい街並みだ。どうやら古代人が暮らしていた場所らしいね。確かに不時着地点よりは人が住んでいた雰囲気がありますね。うん、静かでいい感じの雰囲気かも。でもなんで昔の人たちはこんな立派な街を捨てちゃったのかな。調べていけば当時の状況がわかるかもね。新たなルートを探す必要もあるし、早速周囲を探索してみようか。うん、オッケー。はっ、新しく書き加えられてる。一体どういう原理なんだろう。よくわからないけど、とんでもない技術よね。ヨシュア、あれ？うん。どうしてこんなところに？それ以上近寄るな！
これ以上山猫坊を傷つけたら絶対に許さないんだから。キールに、ドラに、ヨシオ。お困りみたいね。能天気女。それに、だから誰が能天気を。話は後だ。まずはこいつらを片付けるよ。まったくもう。大きいやつはやたらと硬かったけど、結社の十人形兵器レオールガンイージだ。普通は拠点防衛用に使われることが多いんだけど、とにかく本当に無事でよかった。でもなんで君たちがこんな場所にいるんだい？僕たちあんたたちと別れた後国境近くに潜伏してたんだけど、いきなり空に変なものが現れたから近寄って様子を見ようとしたら山猫坊の動力が止まっちゃって、それで墜落しちゃったわけね。あれ、そういえばあんたのお兄さんたちはどうしたの？姿が見えないけどどこかに出かけちゃってるとか？何なのよ。ジョゼット、落ち着いて。ゆっくりでいいから事情を話してもらえるかい？ヨシア、ヨシア。おやおや、剣者の連中に兄貴たちが捕まったんだ。僕を逃がすためにおとりになって。ねえヨシュア、僕どうしたらいいの？ごめん、驚かせちゃったみたいだね。もう落ち着いたから大丈夫だよ。まったくもう、いろいろな意味で驚いたわよ。それでジョゼット、
他の人たちが捕まった時の状況をもう少し詳しく教えてくれるかな。うん、僕たちここに墜落してからすぐに山猫号の修理を始めたんだ。エンジンはなんとか無事だったけど、それ以外の装置は壊れちゃってさ、修理に使えそうな材料がないかこの辺りを探索してたんだけど。うん、僕たちとほぼ同じ状況だね。3日後くらいかな。足りなかった材料も揃って本格的に修理しようとした矢先にタコみたいな人形兵器が現れてさ、僕がそいつを撃った後で赤い飛行艇が飛んできたんだ。着陸するなり例の両兵たちがわらわら降りてきちゃって、哨戒行動中のヴォーグルを倒してしまったのか。多分破壊された時に発せられる緊急信号が敵に伝わったんだろう。やっぱりそうなんだ。どうしよう、僕が余計なことをしたせいで兄貴たちやみんなが。ジョゼット、まあもうそんな顔すんじゃないわよ。捕まってるんだったら助ければいいだけじゃない。え、いくら犯罪者といえど不当に監禁されているんだったら遊撃士の保護の対象だわ。どうせ結社とは決着をつけなくちゃいけないんだし、あんたのお兄さんたちもついでに助けてあげるわよ。エステル、ちょっと待ちなよ。どうして僕たちが遊撃士なんかに助けられないといけないのさ。へえ、なんかにね。だったらあんた自分一人で助けられるわけ？それにあんたたちにはグロリアスを脱出するときに助けてもらっちゃったし、ここらで借りは勝手に返させてもらうからね。ジョゼット、エステルの言う通りだよ。君が一人でここにいたって何の解決にもならないはずだ。それはわかるよね。よかったらしばらくの間アルセイユで待っているといい。多分キールさんたちはグロリアスに捕まっているはずだ。このまま探索を続ければ停泊場所へのルートが見つかるかもしれない。その時は必ず君に伝えるから。わかった、ヨシアがそう言うなら。でもただ世話になるのはカップア一家の名折れだからね。探索だろうが船の修理だろうがきっちりと協力させてもらうよ。ああ、はいはい、ほんと素直じゃないんだ。どこかのお人よしみたいに単純にできてないもんでね。あ、なんですって？ふん、まったくもう何が原因か知らないけど少しは仲良くできないのかな。あのね、ヨシュア、あんたがそれを言う？やれやれ、踏んでしまったようだね。鈍感ねえ、ジョゼット、ここは一時休戦にしない？そうだね、どうやら当面の敵はお互いじゃなさそうだし。打ち解けられたのはいいんだけど、何かまずいことを言ったかな？ううん、ちっとも。気のせいじゃないの？そう、目が笑ってないんですけど。はい、行くよ。さてと、それじゃあ探索を再開しますか。そうだ、ジョゼット、この辺りに他の場所に通じている出口はあるのかな？それが見つかってないんだよね。隣の外区に渡るための橋も完全に落ちちゃってるし。困ったわね。とにかくもう一度街の中を一通り調べてみよう。ひょっとしたら何か手がかりがあるかもしれない。そのごめんなさい。あれ？なんで謝るの？心当たりがないなら堂々としてれば。さすがにかわいそうかしら。